ソレヤ心理カウンセリングセンターの高間です。今日は、ゾンビのまま救われたゾンビ様たちの暮らしぶりは、というついこの間話したこれについてのレターをいただいているので、3つぐらいまとめてご紹介しておきます。愛着障害イコールスナフキンのイメージが強かったので、ゾンビという言葉に驚きました。スナフキンではなくゾンビ様になる愛着障害の人もいるんですね。ゾンビがゾンビ様になる。まあそうですね。でもまあスナフキンもゾンビといえばゾンビなんですよ。別にそのゾンビの顔形してないからゾンビじゃないって話ではなくて、スナフキンルートとゾンビ様ルートに分かれる分岐点が少し気になりました。別に分岐してませんから、一緒ですから。年齢やそれまでの人生などからでしょうか。いえ、一緒です。それではいつも難しい内容を分かりやすくご説明くださりありがとうございますということですね。スナフキンもゾンビも一緒ですから。はい。よろしいですかね。で、次はですね、どれかな。次はこれですね。古事記を見たら神様と思え、というのを聞いて、千と千尋の神隠しで、お腐れ様という、臭くて汚くてみんな逃げてしまうお客さんを、千尋だけが一生懸命洗ってあげたら、実は川の神様だったというのを思い出しました。お腐れ様はいかにも神様という白ひげのおじいさんもに姿を変わりましたが、ゾンビのままセルフイメージが高くなるというのは、姿はお腐れ様のまま、中身だけ川の神様に戻る感じでしょうか。これは別に中身が戻ってるわけじゃなくて、中身は川の神様で、まあ、外見がお腐れ様なわけですよね。だから別に変化しているわけじゃなくて、変化しているわけじゃないと思うんですよね。一生懸命洗ったからお腐れ様が変化したわけじゃなくて、お腐れ様の実態が見えるようになった。だからお腐れ様は何も変わってなくて、千尋が変わったということですよね。千尋とお腐れ様にだけはその変化が分かっているけれど、他の人にはお腐れ様の姿のままに見えているという演出になる感じでしょうか。他の人にはお腐れ様の真の姿が見えていないということですね。千尋は、ゴシゴシ洗ってそれが見えたということですね。表現は難しそうですが、顔なしは顔なしのままでは妖怪たちのエリアでも生きられなかったのか、千尋に異界の中でも最果ての地に連れて行ってもらって、そこに残りましたね。先のムーミンの話のように、愛着障害が治っても人それぞれ変わり方や行き着く場所が違うのでしょうか。行き着く場所は結構似てると思いますけどね。最果ての地ですね。行き着く場所は。地球のど真ん中にいても、多分心は最果ての地、なんだと思います。次がですね、ゾンビ相談者に普段どのようなご苦労があるかお聞きできる範囲で少し教えてもらえいただけだったら大変ありがたいです。どのような苦労があるのかっていうのは、鍋が怖いという病、私が
1年前に書いた本ですけれど、あそこにゾンビ様たちの生態が書かれてますので、それを読んでいただければ、苦労がね、よくわかると思います。自分は治療中ゾンビなのですが、人の気持ちがわからず、今日も家族を怒らせてしまいました。脳が腐っていますので、普段なら配慮できることができません。カウンセラーさんにも無意識に迷惑をたくさんかけているはずなのですが、自分では気づきません。なるほど。心理師の立場として、ゾンビ系相談者に、ここに気をつけてもらったらやりやすいな、ということを教えていただきたく、厚かましくも失礼しました。ないですね。ない。ちょっと考えてましたけど、ここに気をつけてもらったりやりやすいなっていうのは別にゾンビ系相談者に対してはないです。そのままでいいです。そのままで相談し続けてください。だから、あなたもまあそのままで相談してたらね、大丈夫だと思います。今日はゾンビ系の話がね、たくさん出ました。ゾンビもスナフキンも同じです。ここだけね、ちゃんとしっかりね、押さえておいてください。それではまた。